大阪バー369のエレナです。宇都宮ロイヤルクラブメルシーテカリンだお。バーが広まったらいいなって思ったのと、戦うのが好きやからです。なんか宴男の子の試合ばっかりでしけてるんで、宴のマドンナ参上しちゃうぞ。本日のメインイベントとなります。楽しい試合にしたいです。今日はどんな試合にするんですか？相手空手の経験者らしいんですけど、まあ、ぶっちゃけ気持ち的に打つのが強いんで、気持ちで勝とうっていう試合にしたいと思います。顔もですね。はい。必殺技はやる気と根性です。必殺技を教えてください。なんといってもこのスマイル。スマイル。おもろい試合にしましょう。対戦相手のエレブーンに一言。はい、まあ一言も二言もないんですけど、まあ私に負けないように練習だけちょっとお願いします。気合い入れてね。はい、都市的にも結構二十歳なんで、まあ、VV で行っちゃうんで頑張ってくださいね。頑張ってください。こんにちは。バー369はアットホームのバーなんで、大阪来られた際はぜひ遊びに来てください。焼きそばありますか？焼きそばとたこ焼きはあります。知らんけど。適当だな。セイラ行っちゃって任せてくださいよ。キャストはみんな可愛いし、ボーイは気合入ってますよ。ルイさん行っちゃってください。ドスケベデカチフリーメイソン行けよ。が女の子たくさん揃ってますよ。可愛くたくさんいる。ケンお願いします。うちの店はエロチック。それとお願いします。行っちゃってください。一発的にお願いします。テカリンがあなたの心を包みます。いやどういうことなの。何のギャグだそれ。何のギャグだ。私が主役。青コーナーバー369エレナ選手、赤コーナーロイヤルクラブメルシーテカリン選手の入場です。大阪のバトルクイーン、エレナ。
ラウンド1、さあガールズファイトやってまいりました。バーテン対キャバ嬢ビッグレベルが行われております。さあ再開します。再開どうしました、お客さんから連絡来ました。違いました。さあ、ぜひともですが、声援の方よろしくお願いします。
そして株式会社イングサービスオリジナルタオルを贈呈いたします。